さて、それでは本日素敵なゲストの方々にお越しいただいております。今お話にございましたコンペティション部門に参加する2本の日本映画、まずは最低から監督の是々貴久さん、主演の森口彩乃さん、佐々木心さん、山田愛菜さん、そして勝手に震えてろから監督の大桑彦さんです。皆さんどうぞステージにお上がりください。どうぞ。お待たせいたしました。それでは最初に皆様に一言ずつご挨拶いただきます。まずは最低を目が取りました是々貴久監督です。よろしくお願いします。本日はお集まりいただきありがとうございます。この映画は現役の AV 女優のさくらまなさんの原作小説を映画化したもので、AV というとちょっと偏見的な目で見られるところもあると思うんですが、そういう偏見もですねすることもなく国際映画祭、東京国際映画祭で選んでいただくことを非常に感謝しています。今日はありがとうございました。ありがとうございます。まずは平凡な日常に飽き足らず AV 業界の扉を叩く主婦を演じました森口彩乃さんです。はい、はじめまして。今回最低という映画で、主婦美穂役を演じさせていただきました森口彩乃です。本日はお集まりいただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。続きまして、家族から逃げるように上京し AV 女優として働く女性を演じました佐々木心さんです。皆さん本日はありがとうございます。AV 女優の綾乃役をやらせていただきました佐々木心音です。本当にこの作品に関わらせていただけて、そしてこの場に立てたことは本当に嬉しく思います。今日はよろしくお願いします。そして AV 女優だった母親に振り回される多感な女子高校生を演じました山田愛菜さんです。はじめまして、山田愛菜です。私はこの作品が初めて、映像のお仕事をするきっかけになった作品になっています。緊張しています。よろしくお願いします。今お話しされましたようにノンノの専属モデルでいらっしゃいまして映画初出演です。そして続きまして、勝手に震えてろ、こちらのメガホンを取りました大桑彦監督です。お願いします。監督を務めました大桑彦です。本日は、このような晴れがましい席に、まさかこのようなささやかな映画がお招きいただけることになるなんてと、大変、緊張しておりますが、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。最低どころか2本とも最高ということでこちらに選ばれたわけなんですけれども、まずは是々監督、64というですねオールスター大作を取った後に人気 AV 女優のさくらまなさんが書いた短編集を映画化しようと、これはどういったところからでしょうか。プロデューサーの方からですね、こういう原作があるんだけどやってみると言われてですね、やってみますと答えてやったんですけど。どこに面白さを感じました。現役の AV 女優のさくらまなさんが書いた小説なんですけども、いわゆる AV 業界の裏話的なものではなくて AV 女優さんの友人関係であるとか家族の関係であるとか、それを取り巻くこう日常というか、そういうものを緻密に書かれた小説だったので、今現代日本ではすごくアダルトビデオっていうのはこう日常と非常に近しいものとして、普段の生活の中にあると思うんですね。それまでこう性愛というものはこう別の世界のものという考えが結構あったと思うんですけど、今非常に近しい、存在としてそういうアダルトビデオがあると、そういう今日本の変わったというか現状の中でそういうアダルトビデオに出てる女優さんたちの、これもまた普通の生活なんだみたいなところを描いてみようと思って、作った映画なんですけど、はい、そして3人の女優さんにお伺いしたいんですが、森口さんと佐々木さんは今回 AV 女優の役ということでオファーがあった時のお気持ちを、森口さんから。はい、そうですね、そう全然意識しませんでした。そうですよね、ただ役がそういう役であったっていうだけだなって私は受け止めてはいたんですけれども、そういうシーンがある役であったっていうことで、でもやっぱり覚悟はすごくいる作品だなとは思っていたので、最初引き受けさせていただいて嬉しかったですけれども、撮影が入る前ぐらいになんで引き受けちゃったんだろうと思いました。
ません。はい、正直ありがとうございます。佐々木さんいかがでしたか。はい、私もともと原作を読んでいたので、その中であの綾乃役は多分真奈さんとも年齢が近いですし、相当あの似ている人物を描いてるんじゃないかと思って読んでいたので、本当にこの話が来た時すごく嬉しかったです。そうです、単純に本当に楽しくやらせていただきました。そして山田さん、いつもファッションモデルで今回この映画初挑戦どうでした。そうですね、まず映画の現場がどんなの、どういう現場かも分からず入ったので、本当にあのゼロから学ばさせていただいたんですけど、あのいろいろ勉強になったのと、あこういうふうに映画作られてるんだなっていうのを改めて分かりました。そうですか、はい、ゼゼ監督、もともとゼゼ監督が若い頃ピンク映画をたくさん撮られていますけれども、そういった経験も踏まえて今回撮影していて何かこう体験したエピソードですとかありますでしょうか。印象に残った部分は。そうですね、まあ、いっぱいあるんですけど、まあ、撮影 日数も少なかったんですけど、プールに落ちるシーンでですね、佐々木心音さんがですね脳震盪を起こしてですね病院に担ぎ込まれてしまうという、実際にそういうシーンだったんですけど、シーンの内容が現実が本当に、あ、違った、映画が現実になってしまったということがありました。慌てました。佐々木さん本当にすみませんでした。まあ、僕らも準備が万端でやったんですが、はい、生きてます。いろんなことが、ね、あったわけですね。さあそして続いての作品、勝手に震えてろですけれども、大監督、まあ、芥川賞作家綿谷りさんの原作は生まれてから一度も男と付き合ったことがないダメダメなヒロインの恋愛物語ですが、この小説を映画化しようと思ったのはどうしてでしょうか。これも、ゼゼ監督と同じく、まあ、実はプロデューサーからあのこういったあの原作があるんですけどどうでしょうかと差し出されたのがきっかけなんですが、あの綿谷さんの作品は他のものはあの配読してたんですけど、これはあの読んでなくて、あの受け取った途端もタイトルを見て、あ絶対やると、はい、もう即思ったような次第です、はい。まあ、あの主演の松岡茉優さんは喜怒哀楽がいっぱい詰まって可愛くて情けなくて切なくてバカで、でもとても応援したくなるという大魅力的な役でしたけども、現場での松岡さんはいかがでした。現場ではすごい集中力の高い方なので、あの割とあの、まあ、この映画ちょっとあのなんていうか内向的といいますか、独特な性格の女の子を演じてもらってるんですけど、そのリアルなヨシカそのものみたいな感じで、あの大変集中している姿が印象的でした。そうですか。コンペティション部門ということで世界の作品と肩を並べて競うわけですが、どんなお気持ちでいらっしゃいますか。いやもう本当に一報を聞いたときは、えそんなつもりはみたいな、ところが正直ありまして、あのいつもあの映画を撮るたびに、あの誰かにとって大事な映画になればいいなという、もうそれだけを祈ってこう撮ってるんですけれども、それがまさかこのようなあの世界の皆さんにご覧いただけて、あの素晴らしい監督たちと作品を競うようなところに並べるっていうのは非常に驚きでした。さて本日こちらにいらっしゃることはできませんでしたが、勝手に震えてろ主演の松岡茉優さんよりコメントが届いておりますので、ちょっと皆さん両脇にちょっと避けていただきまして映像をご覧いただきたいと思います。それではよろしくお願いします。はじめまして、東京国際映画祭コンペティション部門、選出していただきました勝手に震えてろの主演を務めております松岡茉優です。今回初めて映画の主演を務めさせていただきまして、本当にたくさんの思いがあるんですが、大久監督をはじめ、原作の綿谷さんも女性だったりとか、本当にあの女性スタッフが集まって作った作品です。なので本当に全国のポジラセ女子やちょっと背中を押してほしい女の子たちに届けばいいなと思いながら作りました。ぜひたくさんの女の子たちの背中をツンツンと叩けるような作品になっていることを願います。ぜひ勝手に震えてろをご覧ください。よろしくお願いします。どうぞお戻りください。大監督、はい、本当普通ですよね。これはこれは普通です。映画ではもうなんだかこじらせてこじらせてあれは監督がここまでやんなさいっていう感じだったんですか。そうですね、あの撮影前にあの2人にすごくこう話す時間を作りまして、
この子ってどういう子だろうっていうことで、自分が20代の時に置いてきた自分みたいなところの像をお話しして、そしたら一個一個分かりました、分かりましたということで、当日現れてみたらああなってたっていう感じです。 そして税監督、同じように世界の作品と肩を並べ競うわけですけれども、どんなお気持ちでいらっしゃいますか？そうですね、僕も奥さんと一緒で、そうですね、たった一人でもこの映画が好きだっていう人がいれば作っていけるなと思ってやってるんですが、何度も言いますけど、アダルトビデオというものが日本の社会の中でどういう位置づけであったりとか、そういうことも含めて今日本がどう変わっていくのかみたいなことを、世界の人たちに、日常の断面でいいんですけど、感じてもらえたらいいなと思っています。森口さん、本当にストレートなこれ女性映画と思うんですけれども、はい、AV 女優というお仕事を体験してみて何かこう感じたこととか思ったことありました？ AV 女優の私の役はそのまだ染まりきる前といいますか、本当にその世界に足を踏み込んでしまった役だったので、実感というものはあまりまだないですけれども、さくらさんも原作に書いている通り、一度足を踏み入れてしまったら点々点というようなところが映画に描かれているんじゃないかなとは思います。そうですか、はい、まだまだお話をお伺いしたいんですけれども、お時間が来てしまいました。後ほどですね、皆さんには、ご登壇の皆さん Q&A で質問もしていただければと思います。ということで、最低から税監督、森口さん、佐々木さん、山田さん、勝手に震えてるから大久監督でした。ありがとうございました。拍手でお願いください。それでは続きまして